ナリーグパドレス、レッツ、2024年4月30日サンディエゴ。パドレスの松井裕樹投手、28、が4月30日、日本時間5月1日、本拠でのレッズ戦に7回途中から4番手で登板。打者2人をきっちり打ち取った。7回、3番手、デロスサントスが2本のソロを浴び6-4と2点差に迫られると、1死から松井がマウンドへ。1番、ベンソンを低めスライダーで空振り三振に仕留めると、2番、デラクルスは中継ぎに打ち取り、相手に傾きかけた流れをしっかり食い止めた。松井は前回25日、同26日、のロッキーズ戦に7回途中から4番手で登板も1回1安打2失点。チームも5点差をひっくり返され、逆転負けを喫した。ここまで14試合、計13イニングを投げ2勝0敗、3ホールド、防御率2、7。